安心しな。キリュウは東京へは行かない。それに俺も今すぐここを出ていくよ。天崎、もう決めたんだ。俺は冴島に真実が伝わりゃそれでいい。それは他の誰かに頼むとしよう。だからキリュウさんよ、あのファイルのことは忘れてくれ。あんたにはここでの新しい生活があるんだろう。でもそれじゃお前が。心配すんな、俺は結構しぶとい。獄中で冴島の帰りをゆっくり待つとするよ。浜崎、これ以上調べても同じです。とにかくもうお引き取りください。ちょっと待ってください。あんたもしかして冴島大河の知り合いか。ええ、大河は私の兄です。ちょっと警察署の前では都合が悪いな。もしよければ少しお話を聞かせてもらえませんか。え、もしかして兄のことで何かご存知なんですか。ああ、場合によっちゃあんたの力になれるかもしれん。とにかく人目のつかない場所に行こう。お付き合いいただけますか。はい。
どういうことだ、こりゃ。どうした。変な連中が大量にビルに入ってきやがった。刺すかもしれん。どうする桐生。今警察に捕まったら説明するのに時間がかかる。とりあえずここを出よう。はい。間に合わなかったか。警察じゃない。誰なんだこいつらは。あの男。探したぜ浜崎。まさか生きていたとはな。俺たちは先に行け。後の処理は俺がやる。だからあんたは一刻も早く佐島のところへ。浜崎さん。お前どういうわけかわからんが、安子さん、あんたも命を狙われてるようだ。キリュウ。ああ分かってる。俺も一緒に河室町に行く。え、すまねえな。あの子供たちを裏切るようなことをさせちまって。俺はお前に頼まれてするわけじゃない。河室町に行くのは俺の意思だ。早く行け。こっちのことは心配するな。ああ行こう、安子さん。はい。浜崎さん、ありがとうございました。兄にあなたのような親友がいたこと誇らしく思います。やめてくれ、そういうの。兄には必ずあなたのこと伝えます。いいから行け。さあ行こう。Thank you.
よ。桐生さん、一見普通だがどうやらいつものカムロ町って感じじゃないな。あんまり悠長にしている暇はなさそうだ。すぐにあんたのお兄さんを探そう。ええ。だがとりあえずその前にあんたに言っておきたいことがある。ちょっとついてきてくれ。あ、いらっしゃい。あ、キリュウ。伊達さん、久しぶりだな。
正直言うと、兄が18人殺した犯人とか、そうじゃないとか、真犯人が別にいるとか、そんなのはどうでもいいんです。私にとってお兄ちゃんはお兄ちゃんだから。あんたにはここで待っていてもらう。少しこの店で頭を冷やした方がいい。え？あ？何言ってんだキリュウ。こんなに切実に会いたがってるってのに。安子さん、もし冴島がすでに死んでいたとしたら、あんたどうするつもりだ。死ぬ気なんじゃないのか。え？真島の兄さん、真島の兄さん、キリュウちゃん。おい、どこへ行く。勝手に動くな。何があったんだ。うまいことはめられてしもた。これでしばらく身動きが取れへん。誰にやられた。大吾や。何だって。堂島大吾や。大吾が。おい、勝手に話すな。そこの君も下がりなさい。公務執行妨害で逮捕するぞ。急ぎや、九龍ちゃん。全部の事件はつながっとる。25年前のやつも100億の事件も
安子ちゃんのやつもや。なんだと。このままやと俺らの登場会が潰されてまう。それに今は安子ちゃんが危ない。お前しかおらん。あとは頼んだで。そうか、真島を逮捕したか。分かった。あ、西島康子の捜索はもう手配済みだ。あとは例のファイルが今どこにあるか、それを探し出せ。あ、頼んだぞ。それじゃ。あなたのご協力で真島を逮捕することができましたよ。これで真島組の邪魔が入らない。感謝します。さあ、あとはあなたがどう決断するか、それだけです。数日前の上野清和会との抗争、それに5年前の100億事件、全てがあなた方によって仕組まれていたことだったとは未だに信じられません。だがそれが真実です。もう迷ってる時間はありませんよ、六代目。私はね、堂島さん、極道組織というのは社会の必要悪だと思っているんですよ。敗戦後、日本という国の復興を陰で支えてきたのは警察と極道です。それは間違いありません。我々警察は目に見える犯罪から一般人を守り、秩序を築いた。そして極道は目に見えない外敵を水際で叩き、この国を独立国家として成り立たせた。だからね、私は警察だけが正義だなどというつもりはありません。警察と極道は今の今まで常に表裏一体、共に同じ道を歩んできたのですから。だが時代は変わった。本来裏の顔であるはずのあなたたちは、組織が巨大化するにつれ本来の立場を忘れ、表の世界に出るようになった。金を稼ごうとする者も増えてきた。巨大な組織には金が必要だ。しかしそれでは何かとお互いに都合も悪い。だから私はそれを本来の形に修正したいだけなんです。あなたさえよければ、上野清和会は責任を持って潰します。公の力を使ってきれいにね。裏を取り仕切る組織はあまり多くない方がいい。その条件が荒いというわけですか。ええ、この荒いを新たに若頭に昇進させて、我々との窓口にしてほしい。組織の運営は荒いが取り仕切ります。あなたは六代目として登場会を守ることができる。どうでしょう、あなた方登場会としては本来敵であるはずの我々と手を組める。悪い話じゃないはずですが。
上野は、上野清和会はどうするつもりなんですか。あの葛城という男がバカでないなら、おそらく彼らは彼らで動き出しているはずだ。私以外の警察上層部との取引の材料を確保するためにね。材料。25年ぶりの再会だな、冴島。葛城。年は取ったが、その目は変わらないな。なんでお前がここにおるんや。話すのも面倒なくらいいろいろあってね。ま、あんたもいろいろ真島さんから聞かされただろう。お前の目的は何なんや。俺のこと拉致して何になるんや。まあ心配するな。すぐにあんたを殺そうってわけじゃない。あんたにはまだ生きていてもらうよ。どうせ殺すんやったら早やれ。この家にまどろっこしいことして時間使うぐらいやったらいっそ死んだ方がマシ。ほう、随分と潔いな。覚悟はできていると。当たり前じゃボケが。俺は死刑囚や。25年前のあの日、18人も殺した時から覚悟はできとる。18人殺したね。何がおかしいんじゃ。あんたは何にも知らなかったのか。あの25年前の事件、お前は誰一人殺してない。何言うとるんや。俺なんだよ、18人殺したのは。お前は誰一人殺すことすらできなかった。ただの間抜けだ。どういうことや。どういうことなんや、葛城。説明せ。まあそのことは後でゆっくり教えてやるよ。時間はたっぷりあるからな。何する気や。俺としたことがちょっと計画が狂ってしまってね。最初は警察とつるんでこの上に立ってるビルをいただくつもりだったんだが、予定を変更せざるを得なくなったんだよ。荒井って男のせいでね。荒井やと。荒井ってあの木戸の兄貴分。どういうことや。まあ事情はゆっくり話すとして、あんたとあんたの妹さんにはまた協力してもらうよ。妹やと。お前、ヤスコをどうするつもりや。おっと、まだそんな元気があるのか。安心しろ、あんたたちは今の俺たちの生命線だ。殺しはしないさ。あんたたちと例のファイル、それに有り余るほどの軍資金さえ手に入れれば宗像など用なしだ。どうだ、金の方は準備できたのか。ええ、スカイファイナンスの隠し金庫にあった現金1000億、無事強奪に成功しました。お前は。お久しぶりです、冴島さん。
待て、誰かいるのか。やばい、誰か追いかけてきたみたいだ。ああ、一旦身を隠そう。どうやらすぐそばまでやってきてるな。ああ、上野の連中かもしれない。ここは俺らで食い止めるしかないだろうな。ああ、ヤスコさん、あんたは先に行ってくれ。え、行くってどこに。この奥さ。奥。はあ、実はこの下水道、サイの河原って言われる場所につながってる。サイの河原。あんたもカムロ町に住んでたんなら聞いたことくらいはあるだろう。あのホームレスのたまり場だった西公園の地下のことだよ。どうしてそこへ。数日前、そのサイの河原であんたの兄貴らしき人を見かけたって情報があってな。昔のホームレス仲間から聞いた。今ならまだ間に合うかもしれない。追っ手の連中は俺らが食い止めておく。だから早く。これはもしものことがあったら使ってくれ。もしもの時のためだからね。それじゃ。あの、うん、秋山さんも谷村さんも気をつけて。ああ、それじゃ。お前ら上の清和会のやつか、それとも宗方の使いのやつか。何を言ってるんだ。あの女をどこにやった。リリちゃんならとっくに行っちゃったよ。何。あ、おっと、ダメだよ。これ以上先には行かせないよ。安子さんには指一本触れさせない。さっきから何を言ってるんだ。俺はあの女を守る必要があるんだ。お前らに用はない。守る。なんだそりゃ、誘拐するじゃないの。それはお前らの方だろ。つべこべ言わずに道を開けろって言ってますけど。どうするよ谷村さん。口では何とでも言えるさ。あれが今は誰も信用できない。もし安子さんを追うっていうなら。話し合う余地はなさそうだな。ああ、説明は後回しだ。お前らは悪い奴には見えないが、少し痛い思いをしてもらうぜ。ふっ、言うね。さあ、こっちはいつでもいいぞ。覚悟はいいな。行くぞ。さあ、これで文句はないな。通させてもらうぜ。くそ、何なんだあいつは。
来んのが遅いんだよ。キリュウ。一体これどうなってんの？ヤスコさんは連れて行かれちまったよ。誰にだ？カツラに、それにキドってやつに。は？くそ、どうなってんだよ。じっとしてろ。だが最近の刑事ってのはこんなに軟弱になっちまったのか。しかしまさかこんなとこにあの大先輩がいるなんて思いもしませんでしたよ。ある意味ここ数日で一番の驚きです。何言ってんだ。元刑事が分野でクラブの手伝いしてちゃ悪いのか。いや、ただこの数日間毎日が信じられないような出来事の連続で。お、帰ってきた。どうだったんだお前さんの店の様子は。はあ、ダメ、まんまとやられちゃってましたよ。はあ、せっかくコツコツ貯めた金だったのにな。これじゃまた一からやり直しだっての。やっぱり金盗まれてたのか。ええ、綺麗さっぱり。いくらぐらいだ。1000億。はあ、1000億？本当なのか。ああ、俺も最初は信じられなかったが、どうやら本当らしい。どういうことなんですか、秋山さん。うん、いやね、実は俺の店でっかい隠し金庫持っていてね、そこに入れておいた店の金が全部持っていかれちゃってたのよ。誰に。検察というか、多分木戸ちゃんに。え、木戸ってあの新井の兄弟分の、あの。チーズ。でん、誰もいないか。ふう、六方全書か。やっぱ秋山さん頭いいんだな。あ？なんだこりゃ。おおおいおい、ちょっと。やべ。どうなってんだこれ。うわー。
金だ。またドア開けっぱなしなんだから。ああ、木戸さん、ごめんなさい、ちょっと買い物に行ってて。ああ、すいません、勝手にお邪魔してます。何？
これからどうするんだ、お前ら。西島と安子を取り戻すつもりなのか。ああ、それしかないだろうな。だがどうすればいいんだ。金はすでに葛城の元にある。やはり奴らの居場所を探して直接攻め込むしかないのか。いや、策はある。ん？これって何なんだ。動かぬ証拠というやつだ。おそらく宗方も葛城もこのファイルの行方を追いかけている。これを使えば奴らと取引できるはずだ。